Trying to learn Japanese? Get the lessons that are perfect for you. Click here to get your free lifetime account. Hey guys, Hi. Risa here. Welcome to Ask Risa video series where you ask questions and I'll answer them. Okay, let's check out the questions we have for this week. I don't really understand the difference of the meaning of nuance between no and wa -ga. 例えば どうやって私が日常を使ってるかをいろんなもので説明したいと思います。私のメガネ。このメガネは私の。このメガネが私の。和とがは同じような意味なんですけど、このメガネが私のって言ったときは周りの人が知らなくてこのメガネが私のっていうなんか強調してる感じでちょっと使ってると思います。このメガネは私のだったら周りの人はもしかして知ってるかもしれないけどあの教えるとか。 言うみたいなイメージですかね難しいな私のペットボトルこのペットボトルは私のこのペットボトルが私の,この,トトが私のこのペットボトルが私のって言ってる時は何個かあってそのうちの一つを指してる時に使います使い分けも私たちも自然にしてるのでやっぱりいろいろなテレビ見たりとか映画見たりとか日本語にたくさん触れて慣れるっていうことが一番大事かなと思います アリアンさんからの質問です。はい、アリアンさん。Thank y o u リサ、do you prefer dogs or cats? えっと、私は猫も犬もどっちも大好きなんですけど、どちらか選べと言われたら犬です。なぜなら犬を昔飼ってたのと、やっぱり猫よりも犬の方がなんだろう、気持ちがわかりやすいというか、猫はちょっと例えば撫でてたのに突然、 なんか爪でキュッてやったりとかしてくるので犬のが好きですねあと昔飼ってた犬はグレートピレニズっていう大きな白い犬ですワンちゃんの名前はテンって言ったんですけど今はもう天天国にいます <laughs> 天ン元気かはい次の質問がアンドリュー・ブランクレイさんからの質問です Thank you アンドレイさん Thank you! はい私の好きなホリデーはクリスマスです日本ではクリスマスは恋人の日みたいな感じで街全体がイルミネーションでロマンチックな雰囲気になるし、うん1年のうちで特別な雰囲気があるのでそれが好きですで好きなお祭りは8月にある高円寺で ゃワー踊りっていうアワ踊りのお祭りがあるんですけど、踊りても1万人ぐらいいて、お客さんも2日間お祭りがあって、その2日間で100万人ぐらいくるんですけど、私もその中で一つのチームに入って踊ってるので、ぜひ見に来てください。<laughs> so! That's all for this episode! Thanks to everyone who submitted their questions! Thank you! Thank you! Thank you! And if you want to ask me a question, just click here or click on the link in the video description. Stay tuned for more Ask Risa. Bye!